最近、はい、髪の毛が伸びてきて、はい、娘に不潔って言われてます。どうですかママさん、不潔ですかこれ。うーん、はい、というわけで今回は、はい、始まっちゃいましたよ、パイテオチャンネル。ママです。どうもパパティオです。今回はですね、ヒッタナーフィールドスタイル。行ったな。どうやった？おお、楽しかった、めっちゃ。そう、もう初めて M16 のブースゆっくり見ましたよね。去年はほんまに M16 っていう認識もないまま、うん、あんま分かってなかったもんね。そうで、暗いのロッチやーって、で今回ちゃんと、ね、M16 並びましたもんね、うん。はい、というわけで、はい、今回は、うん、フィールドスタイルで買ったものちょっと紹介していこうかなと。パイティアは何を買ったのか。そう、はい、気になってる方もいたりいなかったり。早速紹介していきましょう。はいはい、はい、これです。はい、こちらはこの5点、ちょっと5点、ね、うん、を今回初めて生釣りしたんですよ。うん、ずっとやりたいやりたい言うてたもんね。そう、生釣りというものを知ってからやってみたいなと思って、うん、釣ってもらいました。それをね、ちょっと紹介していきます。はい、はい、まずはこちら。はい、こちらワットノットさんのワンタッチバケットにこれ釣っていただきましたよ。これかわいいよな、なんか大的よな、すごいドロッパーズさんね、交換、うん、ちょっとはみ出る感じがまたいいよね。この携帯の後ろに逃げてるんですよ。めっちゃ好きやん、ドロッパーズめっちゃ好きやん。これをまず普通にこれ釣ってもらいました。おー、いい感じやんな、これめっちゃかっこいいよ、めっちゃかっこいい。世界で1個だけっすね、1個だけのね、ワンタッチバケットが、こんなにめっちゃ可愛くないですか。可愛い、やりたかったよ、ワンタッチバケット。一番初めにワンタッチバケットを絶対捨てたい。はい、おもさん、まずこれ一つ目ね。はい、一つ目ドロッパーズさんですね。一つ目がこれです。はいはい、で次まあちょっとでかいのからね。はい、ドーン、こちらです。これはあれですね、フラテリートさんの、そう、オリジナル巻きバッグ、巻きバッグファゴットの、うん、ここに、うんうん、さっきのドロッパーズさんの、うん、王冠の、はい、この文字が、はい、ブラックスミスになってます。おお、やっぱこれにいつもね、そう、これにブラックスミスさんのミックビーに入れて持っていくから、うんうんうん、もう一択でしょ。そうやんね、やばくないですか、めっちゃ怖いよな。これはね、多分あれなんですよ、もう一生使うんで、うんうん、一生もや、破れるまで、うん、まあそうそう破れへん、ね、破れへん、これ9号ハンプでできてるから。うん、はい、これが2つ目です。はい、そして3つ目がこちら、こちらです、ドーン、お、 T シャツ、そう、 T シャツです。 T シャツにここにね、知っていただきましたよ、ドロッパーズプレミアム、はい、これもね、めっちゃお気に入りの T シャツで、でこれお気に入りすぎて黒も持ってるんですよ、同じ T シャツ、色違いでね、色違いで2枚持ってんねん。うん、これもだって生地がいいもん、生地がめっちゃほんまいいね、うん、生地もいいし形もいいし、うん、うん、そんなこう大切な T シャツに命吹き込んでもらいました。やばないですかこれ、これもまたね、かっこいい、世界に一つだけの T シャツ、そうできたね、ほんまにかっこいいね、うん、これが3つ目です、はい、で、4つ目がこちら、はい、あ、いつも着てる、そう、ババディアがいつも着てるエプロンです。ビブのエプロンのこっち、こっちにね、おお、握手してるとこのやつや、ほんまな、でもすごいな、あそこのブースはみんなめっちゃ握手してくれる、ほんまにブース行って握手することないでしょ、もうない、みんなこうな、そう、お久しぶりだな。そう、みんな握手してくれるブース最高やね、もうこれ入れるしかないやんってなって、うん、こう入れた、めっちゃかっこよくないですか、いい感じ、このちょうどここにね、はい、やばいでしょ、よかったねそれは、そう、これでね、これ最後ね、
一番のお気に入りやね。一番の、これやばいっすよ。見てもらっていいですか。見えます、これで天幕デザインの、そう、モノポールかなんか、なんかそんな感じの名前の一人用のインナーテント、うん、うんうん、メッシュのね、メッシュの蚊帳みたいな感じの、そうそう、夏は、うん、言うたら、あの、僕結構コットで寝るじゃないですか、うん、ファミリーで行っても、うん、インナーテントで寝ないですよ、うん、なぜか、あの、拒否られるっていうスペース的にはいけるはずやのに、いや、もう3人狭いからとか言って、絶対いけるやんと思いながら、まだいけるやん、ハルタ君小さいしなぜか拒否られるからで、冬はいいねんけど、夏はちょっとマジで返しとかないと、虫がね、えげつないことになるねん、ね、それで買ったやつ、そうやんな、でめっちゃ味気ないやつやんか、ほんま寝る時だけに出して使うみたいな、そうやな、ね、いやがね、生まれ変わったんすよ、もういかついのあの、バリしむない、春があったファミコロの時にね、あの、J 君がそうこれやっててね、そう、うん、J 君がね、同じの持ってて、でランタン入れてたんですよ、うん、それ見て、あの、すいません、真似していいですかちゃんと許可は得ましたの、真似したやつですイケてるキャンパーの真似したやつ、うん、やばない、ランタンにハイドアウト、うん、これまた、あれやね、使うの楽しみや、これはもうマジでかっこいい、うん、でもまたやっぱり握手してしまいね、握手やでもほんまに、はい、はい、これです、以上、これ5点、僕あの、ね、初めて、人生初めての生釣りしたやつです、記念品やね、そう、一点物がね、うん、5点も生まれましたよ、ということで、じゃあ次、ママさん、お願いします。私ね、パパさんがグラインドロッチ行った時に見つけてしまったこちらです、ステッカー2点、そう、これは2個セットになってて、ほんでこのベージュの部分が透明やから、蓄光グラスに私貼るステッカーを探してて、で、これは蓄光グラスに貼ろう思って買ってんけど、こっちの可愛らしいおさちゃんのやつは、あの、この前あの取材させてもらった沼キャンプさんのハートランドの時に、沼キャンさん、そう、まだ動画上がってないんですけど、その人のソファビトのチェアに吸ってあった見て、えっ、グラインドロッチこんな可愛いウサちゃんおんのと思っとって、で、ステッカー見っけたから、ウサギ飼ってるっすもんね、そう、うちウサギ飼ってるから、ウサギ飼ってるっすもん名前はコムタって言いますそう、めっちゃそっくりやもん、こんな顔してんの、うん、この悪い顔、あの、めっちゃ可愛いから、何に貼るか考えずに顔だけ買いましたコンテナに貼っちゃいましょう、ちょっと考えさせて、よっしゃ、じゃあ次は僕ですか、はい、はい、もう僕終わりちゃいます、まだあります、なんでまだまだあんねんけど、はい、じゃあね、今回これコールです、出たデバイスワークス、出ました、デバイスのもうワッペンがずっと欲しかって、おう、もうメルカリで行ったろかって思っててんけど、メルカリももう全部売れてるんですよ、ないんですよ全然、そうなん、はい、めっちゃでかいもんな、これ、それこうデバイス並んでてんな、めっちゃめっちゃ並んでた、めっちゃ並んでて、でも並ばなワッペン買われへんのかなと思って、うん、とりあえず並んだんですよ、うん、並んだな、で、ワッペンってありますって聞いたら、あ、ありますよ、あそこにって見えへんやんかあそこにって言ってくれてんのに全然見えへんの、どれと思ってやっぱあの区切られてもね、ちゃんと、うん、あの入られへんようにされてるから、で、うわ、多分50分ぐらい、20分ぐらい待ったな、50分待った、並んで、うん、よっしゃーと思って、あったあったあって見たらめちゃくちゃ出るわえ、知らんかったんかこれこんなんやって、俺がな、メルカリで見てたらこれぐらいのサイズのやつやね、実はなんかさっきのワットノートとかにベリとか貼れんねんけど、それどこに貼るんですか、そうやね、これめっちゃでかかって、ちょっと一瞬戸惑ってんけど、いや、どうしようかな、買うしかないでしょ、あ、そんな感じやったでかってなって、そんな素振り見せんかったな、めっちゃでかいやんと思ってこのティッシュのケース、うん、まあ、あ、多分長さ的に全然 OK やね、確かに、いや、悪いんですか、これ、うん、え、これデバイスのケースですかって言われて違いますはい、言われへんやろ言われへんやろ、それはかっこいい、で、あとこうちっちゃいのあるんですけど、これね、プレートステッカーみたいなやつ、ああ、はいはいはい、鉄やもんね、それ
鉄か知らんけど硬いやつな。そうそうそう、カチカチのね、うんうん、これをね見た時によっぽーっと思って買いました。どこに貼んねんって。黒のシェルコンに貼れるでしょこれやったら。確かに、はい、っていうのでこれ買いました。はい、ステッカーとワッペンでございます。デバイスワックス楽しかったね、うん、デバイス初めて見た。ああ楽しそうやったな。ちょっと楽しかった、うん、じゃあ杉真さんこれ、はい、サンバチエクスプローラーのみやびのそばびとバージョンこれのね、ここのマリアさんすごいですよこれね。マリアなんですけどね、うん、初めねママさん菩薩菩薩というとか菩薩めっちゃ好きやねってじゃあこういうなんか神様的な感じの女の人好きやな、ね、焚き火ワリアって言っとったよな。そばびとの人、そばびとの焚き火の上にマリアさんがおって、焚き火から出てる火にこう守られてるという。そう焚き火ワリアです。なんて縁起のいい、すごい変わったっていうか奇抜なデザインですよね。そうサンパチ持ってなかったですもんね。そう持ってなくて買おうかなどうしようかなって思ってた時にこれに出会っちゃったんで速攻で買いましたもんね。そうあのねそば人の人がめっちゃ優しく説明してくれて持ってたもん。こちら私のお気に入り、私のお気に入りサンパチでした。はい、はい、次私これです。はい、じゃじゃん、あたもやワッペン H&O のこれもサメのワッペンっすよ。どうなんですか、売り切れや思っとったもんね初め。結局 H&O では何も買わへんかった、うん、でレジに並んでたら、うん、こうなんかスタッフの人たちがなバーってなんかいろいろ持っててな、うん、そしたらこれが1個混ざって てでママさんがあれなんか多分返品じゃねって、返品されて戻しに行くんじゃないって言ってくれて、え、ほんまにと思ってトロ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 ってめっちゃ走ってたもんな。ついてってさ、こうやって見てたよ。うん、シュッて戻したからスッと取ってやったーって持って走ってきたもんな、嬉しそうに。ワッペンゲットできました。めっちゃ可愛いない、初めての A ちゃんのがワッペン、サメのワッペン、最初で最後かもしれへん最初で最後の H&O かもしれないっていう。うーん、よかったね。ちょい大きな目的のうちの一つがワッペンを買うっていうことや。うん、もうキャンプギークスはもう全部売り切れてました。売り切れとったな、見事に見事に。今日の分はもうないって、あれ10時ぐらいやったもんなまだ、うん、そう3軒目で行ったもんな。うん、ないです。めっちゃ早くない、めっちゃ貼ってんのに、うん、これちぎって貼ってるやつでいいから売ってくれって言いそうになった買わしてくれってなったよな、うん、というわけで、はい、エジャンドのサメワッペンスクエアです。ワッペンしか買ってない生釣り以外ワッペンしか買ってないじゃあママさんお願いします。はい、じゃあ次私、あ、これこれですこれでございます、今着てるやつこれです。この服です、トランクゼロのロンティーです。すごいよな、これもうほぼ衝動買いやったで。じゃあね、私の前からトランクゼロが気になってて、この虎の、のさ、あのマスとか見てて、ワッペンはよう見てて、そう、そうやろ、うん、いいなと思いながら、うん、私はもうちょっと前からチェックしてて、でまさかなM16 ブースに、うん、入ってるって思わなくて、見っけた時はえぇーってもうなった。そうなってた、めっちゃ興奮してたドラドラってなんか知らんけど、このなんかいかついトラに なんか惹かれるねん。もうだから黒が売り切れてた でとりあえず白はゲットした。汚れてもいいっていう覚悟で買ったらしいですよ。いや汚れたら嫌や、100% 汚れるけどなキャンプできたらね。そう、服ばっかりか、アパレルばっかりかはい、出たグラインドロッチの T シャツを、はい、やっと買いました。ずっと T シャツ欲しい言ってたもんね。そう、マジで T シャツ欲しかった、うん、まずその N16 のブースに入って一発目にグラインドロッチ、うん、T シャツ見に行って、ね、そう、T シャツ見に行って、うん、でもなんか
自分が欲しいって思うんじゃなくて、あ、うん、確かにもうバリッバリなもうグラインドロッチっていう感じのがもう欲しかったやん。うん、でもなかったやんから、うん、ちょっとちゃうやん、若干なんかちょっともじられてるやつやって、うん、最悪やろTシャツ買いに行きゃ大丈夫みたいな。でもさ最悪やってなったやん、うん、その時はだからママさんがもうステッカーだけ買って一旦離れたんですよね。一旦離れたね。いや多分ちょっとやめとくわみたいな。おでこうバーっていろいろ回って戻ってきたら緑があってんの。そうこれが出されてたで聞いたら明日の分もちょっと出してますみたいな、うん、でこれを買いましょう。緑ね。パーカーはもう緑やったんで緑でいいかな。あ確かに、うん、ここにね、あ、よく見たらここにこれが大きい、大きいのが良かったな。そう、これだけで良かったよ、ほんまは、うん、でもなかったよ。あの、ロンティと迷っとったもんな。ロンティここに、そう、ロンティがこれの、うん、このワッペンみたいなのが、うん、ワンポイントあるだけでロンティ買おうかなと思って絶対ナスキーひんやと思って黒やもん。やめたんすよ。熱すぎるやろ。初めて買いました、グラインドロッティ。はい、おめでとうございます。僕グラインドロッチの T シャツを買いました。はい、ようやくようやくゲット。はい、じゃあ私これ最後やね。あ、これ最後ですか。うん、はい、続きましてトランクゼロのポーチでーす。何の拍手これめっちゃ悩んだ。これね、いろんな形あってんな。なんか、あとは引っ掛ける系が多かった。そう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 、唯一なんかこれだけ置けるっていう、うん、うん、そうポンってね、ポンとね、めっちゃ可愛くない。これでもあれやねんな、 C&C、ね、PH、うん、これっすよね、うん、とのあれなコラボというかここが作ってるんやん。へえー、すげえ。素材が、うん、ちょっと名前忘れてテロップ入れてきます。経年劣化楽しめんねんね。そう、なんかその素材自体が結構高いらしくて。そう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 、でも値段が結構高いですよね、うん、これで、言ったら僕のまあこれぐらい、これっすよ。簡単に説明しちゃいますと、これ What Not さんのね、うん、このポーチあるじゃないですか、うん、これと多分値段変わらないです。おお、このサイズ感見てくる。いやでも全然可愛さちゃうやん。いやめっちゃ可愛いから。こだわりがちゃうやん。いやめちゃめちゃこだわってるから分かる。全てにおいて親和性を持たせてるから。いやこっちの方が可愛いやん絶対。すっごいね、分かる。こっち。これ可愛いよね。うん。ほらまたトラな。トラ抜くゼロやから。めちゃくちゃ長かったもん。ほんまに。M16 のブースの動画ではめちゃくちゃ短かったけど、めちゃくちゃ長かった。膝がもう震え出しが待ってて長ーってなって立てられへんかった。じゃあもうほんま言う、ほんま言うたらやで、ほんま言うたら全部種類欲しかったんや。いや結構エグい値段になるよな。そうポーチ1つか4つかぐらいで、うん、とりあえずちょっとずつ増やせばいいかなって。4つなんか買った日にもう2万楽勝で超えた。もうちょっと頑張ったらそれ H&M のあ、サメシェルボントップ買えません。はい、じゃあ私はもうこれ以上です。1、2、3、4、5点、うん、5点。はい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 、でおしまいです。で僕もう数えたらそうですよね。1、1、2、3。あ、ほぼ一緒やん。何が1、2、3。で、生釣りはあれですもんね。2人の生釣りやん。2人のなん何のな。そうで、もう、あ、これ、はい、なんか最後になっちゃったけど。これ最後でよかったんかな。いや、いいと思うよ。これなんですよね。めっちゃ可愛いよな。可愛いな。これは私も可愛いと思った。はい、うん。デバイスのショッピングバッグ。そう、ショッピングバッグ。ですよね、うん。めっちゃ可愛いよな、これ。そう。これめっちゃいいよ。うん、大きいし、何でも入ると思う。ショッピングには使わないけど。うん。キャンプだ。着替え入れる。そう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 。これいいよ、いいの見つけた。はい、というわけでこれで以上ですかね。僕もだから、うん、まとめるなら1、2、3、4、5点ぐらいですね。うん、はい、1つのカテゴリーで分けるな。あ、
の私これを一緒と一緒 3点や3点少ないなあ。そこ考えたらめっちゃ少ないですね。あ、すいません忘れてました。あ、ごめんなさい、最後ごめんなさい忘れてました。これこれなんですよ。植物買ったもんな。はい、これなんだか、ナムハって書いてある。そう、なんか九州の方のうんうんうん、お花屋さんのなんか木です。売ってました。可愛くないですか。めっちゃ可愛かったよな、迷ったよな。石なんですよ。砂利で育てれる観葉植物。はい、そう、植物がパキラね、うん、僕育ててたんですよ。ウサギにやられて、そう、帰ってきたらね、ウサギがね、もうかじってね何年からもやられた。こんだけ育ててたのな。ウサギ食べるんやって。そうそうそう、うん、木がもうボケーかじられて、これがね、もうガムガム、めっちゃショックだった。なんでと思って。そう、それの生まれ変わりだね。そう、はいはい、以上です。そうです。いや、楽しかったですね。楽しかった、やっぱり。こうやって見たらギアないっすね。ギアないよな。ギアっていうギア買ってないな、うん、唯一これ。あ、そうやね、ギアになるかな。サンパチ、うん、暗いですかね。あとはまあ生釣りな。そうやな。じゃあ今回は以上ですね。はい、一応まあこんだけ買いましたということで、はい、はい、どうでしたか皆さん、はい、もっと買えよって思いました。ギアがねえじゃねえかこの野郎ってなってしまったかもしれないけど、でもまあ最高にいいもの買えたんじゃないかな、好きなものがお互い。そうやね。そうですよね。うん、まああのイベントに行けなかった方もね、これを参考にして次回11月、受注されますね、うん、行っていただいたらいいかなと思います、はい、じゃあ今回はこれで以上です。はい、以上です。ワイセオチャンネルでした。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。